これは革命への道なのか？習近平政権から逃れた中国のインテリが日本に大集結。中国国内の政治対立が日本を巻き込み始めた。日本に中国から多くの知識人が押し寄せている。中国で言論統制が厳しさを増しているためだ。属性はジャーナリスト、人権派弁護士、ドキュメンタリー映画の監督、出版業者、学者、芸術家と多岐にわたる。あたかも清朝末期に日本で西洋思想を吸収した後に帰国し、辛亥革命、1911年をリードした先人たちのようだ。そうした知識人の例として真っ先に挙げられるのが、歴史学者で経済学者の新岐氏だ。リベラル派の大物で、2015年には清朝帝政の呪縛から解き放たれた中国で立憲民主主義が定着しなかった経緯を検証した著書、創出帝政、帝政を抜け出す、翻訳未完が発売停止に追い込まれた。現在は東京大学客員教授を務める。新氏は都内の大学などで2023年から全休暇は亜州、グローバリゼーションとアジアと題する連続講座を実施中で、毎回超満員となっている。東京で中国を再建する。近代史に精通した作家の風国洋氏も日本に身を寄せる知識人だ。彼が2011年10月10日に中国経営法に発表した1911年清朝滅亡前夜という記事が中国で注目された。書き出しはこのように暗示的だった。1911年北京を支配していた人々は自分たちの時代がもうすぐ終わるとは一人も考えていませんでした。中略、上から下まで全員です。彼らの日記には食事や贈り物の記録が綴られており、はたからは本当に繁栄している生成のように見えました。不死も都内で、在東京十蔵中国、東京で中国を再建するというテーマで、清朝末期に日本にやってきた中国人思想家についての連続講座を開いている。2010年頃から中国の知識人の受け入れを積極的に行ってきた、東京大学大学院総合文化研究科の阿古智子教授、現代中国研究も日本に拠点を移す中国知識人の増加を感じている。阿古教授は2022年に東京中野にある自宅の一部を亜州コモンズと名付けて開放し、宿泊者を受け入れている。かつて政治犯や思想犯が収容された旧中野刑務所、豊玉監獄の表門、通称平和の門と中国陝西省の横穴式住居、ヤオトンをイメージして作られたガラス張りの玄関がトレードマークだ。ここには言論活動への統制が強まる中国や香港からのゲストが宿泊してきた。政治的事情で弁護士資格を奪われた女性弁護士、ゲイのジャーナリスト、ミートゥー運動を牽引してきた女性とそのパートナーなどだ。現在の香港では政治的な講演会などを開催することが難しくなっている。かつては香港中文大学が中華圏のホットトピックについて忌憚なく議論できる場だった。東大をそういう場として提供することで中華圏の言論活動を活発にし、議論を深めていきたいと阿古教授は語る。筆者が2023年11月に東大で参加したフェミニズムをテーマとするワークショップでは、30人ほどの中国人学生らがゲストである在米中国人フェミニストの言葉に熱心に耳を傾けていた。また、同年6月に東大でポッドキャスト番組、不明白飯客のファンミーティングの司会を筆者が担当した時にも、
大講義室が満員になるほどの盛況ぶりだった。ニューヨークタイムズコラムニストのエン・リ氏がホストを務め、中華圏で大人気となっている番組だ。ここ数ヶ月だけで、筆者は都内で前出の連続講座以外にも、ビル・ゲイツ財団に勤めたこともある著名教育家のリ・イツダク氏のイベント、香港バプティスト大学ジャーナリズム学院で教鞭を取る著名ジャーナリストの呂久ロビ氏のイベントに参加した。これらのイベントの参加者はほぼ 100% が在日華人だった。まるで5年以上前の香港、そして10年以上前の北京の言論空間が今の東京に再現されたかのようだ。日本における知識人の大集合には仕掛けられた側面もある。国際交流基金や外務省のプロジェクトとして日本とパイプがある人物を日本へ招聘する動きが2000年代後半に本格化した。その後、この取り組みは中国で影響力のある知識人を呼ぶ方向へさらに進化した。今中国から拠点を日本に移している著名な知識人には、そうした招聘で日本に足を運んだことがある人が多い。大物外交官によるバックアップ。こうした知識人と強固なネットワークを形成したのが、先頃駐中国大使を離任した垂秀夫氏だ。垂氏はメディアでチャイナスクールでありながら中国に毅然とした態度で臨んできたと評されることが多いが、同時に中国で人権派を含めた幅広い人脈を築いてきた。実はそれこそが垂さんの外交官としての最大の功績、外務省関係者という評価すらある。退官したばかりの垂氏は筆者の取材に対して、日本側が結果的に共産党を支援する形となった天安門事件以降、民主化志向の強い知識人は日本に対する関心を失っていたが、一連の訪日で民主主義と法の支配が定着した日本を再発見した。また、東日本大震災発生時期に訪日し、日本人の秩序ある行動に深く感動した者もいたと話す。そうした中国の知識人の中には、日本の選挙期間中に訪日し、民主主義の実情に触れる機会に遭遇し、感銘を受けた者もいたという。街頭演説する安倍晋三首相、当時と握手できたなどと、とても喜んでいる様子だったそうだ。中国国内では、庶民が最高指導部と直接触れ合う機会はほとんどないからである。垂氏は、中国人の日本渡来ブームは、清朝末期と改革開放後に次いで今回が3回目。今回は中国に対する国民感情が悪い、そして来日する中国人には富裕層が含まれているという特徴がある。何十年か後に、振り返ってあの時3つ目の波を日本社会はきちんと受け入れられていたかという検証に耐えられるような対応を考えなければならないと話す。そこから見えてくるのは、富裕層が知識人を支えて新たな政治的勢力を育てる可能性だ。垂氏は、日本に逃げてくる中国人を中国共産党の一味と捉えるべきでなく、こうした人々を逆に戦略的に取り込むくらいの発想や度量が求められるのではないかと指摘する。中国の知識人が日本に来る背景には、香港の自由度が低下する中で、中国政府への抗議活動の前線が香港から東京に移ってきているという側面もある。2022年11月末に中国各地でゼロコロナ政策に異議を唱えた白紙運動が起きた際には、東京でも JR 新宿駅南口で数百人が参加する集会が開かれた。この集会の準備メンバーによると、この集会には香港のデモを継承したところがあった。例えば参加者たちは中国当局による情報監視が難しいチャットアプリのテレグラムで連絡を取り合い、中国大使館員による監視に備えてマスクをつけていた。参加者には多様な意見の発出を認め、リーダーを作らず看板に工夫を施したりしていた。
中国の現状を変えたいと願う人々の集結は、今後長期的に日本、そして中国に何をもたらすのだろうか。20世紀初頭のように、新たな思想的新潮流が東京で生まれ、やがて中国の体制を変えるほどのインパクトを持ち得るのだろうか。日本への知識人の招聘を進めてきた東大の阿古教授は、まだまだですね、と話す。現時点で体制変革にコミットする中国人は多くない。中国が経済的にも軍事的にもかなり厳しい状況になった時にどう声を上げるかですよね。例えば台湾有事などが本当に差し迫った時には、在日中国人により何らかの組織が立ち上げられるのではないかとの見方だ。清朝末期との共通点を指摘する向きは多いが、違いを指摘する声も聞こえてくる。そもそも当時と違って、現在の中国の国力は日本を大きく上回る。ヨーロッパの大国であるロシアに勝った当時の日本は、アジアにおける政治の首都だったと言っていいが、今や日本の位置づけは文化の首都、かっこ炭鉱外書店、経営者の許知遠氏である。そして中国では情報管理がますます徹底されるようになり、海外からの声が国内に届く状況ではない。それどころか中国国内はますます体制擁護的で愛国的な声で溢れるようになってきている。さらに中国の秘密警察が海外在住者にも影響力を及ぼせるようになっている。日本で学ぶ香港人留学生が地元へ帰った際に、留学中の SNS への投稿をめぐり、香港国家安全維持法違反の疑いで逮捕され、2023年11月に禁錮2ヶ月の実刑判決が下ったのは記憶に新しい。体制派も反体制派も存在感高める。中国のネット上で過激な愛国的主張を繰り返す小粉紅は日本にも浸透している。2023年8月には福島第一原子力発電所からの処理水放出に反応して、当店の食材はすべて福島県産ですとの黒板を掲げた新宿の居酒屋に中国人が突撃した動画が話題になった。その一方では、そうした店を応援するためにわざわざ食べに行く反体制的な在日中国人もいた。